チャンネルの視聴者をターゲットを若者男性からおっさん向けに変更しようと思います。 YouTube を見ている若者男性、ダメです。頭が悪すぎます。僕はこのチャンネルはね、あえて、若者男性がこれから仕事の中で経験していくことに、価値のある、役に立つ情報を発信していこうと思ってたんですよね。特に IT 系ですよね。ゲームプログラミングであったりとか、まあデザイナーでもいいですよ。ゲームデザインをやってみたりとか。そうすると、ね、今日もそうですけども、新しい動画、それにしても、低評価が37。で、高評価が5個ということでね。また低評価増えてるし。コメントもね、まともなコメント来てないでしょ、1個も。なんかそういうデータがあるんですかってね。そういうデータって僕が言う、任天堂で働いてて、任天堂で見てたことを出してるわけなんでね。まあ調べてもわかりますけども、ブリデスの時の何て書いてんの、本当に。さっき言ってたようなこのバカなひろゆきとかね、僕ひろゆきじゃないから、これひろゆきさんに誹謗中傷してることになるしね。お前偽物としての価値ないだろうとかね、もう。これ全然ね、次のとこに行かないんですよ。次の動画に繋がっていかない。実際この人たちね、動画見た後もそこで止めてるでしょ。本来ならば、こっからね、関連動画とかね、他の動画、こう、クリックしてどういうことやろうって見ていくんですけど、この動画の途中で切って、でなんか適当にこう、アンチコメントですね、書いていってるという状況ですよね。彼は打開策や改善点を挙げてくれています。あなたは、なんたらかんたらですね。動画でも言ってるように、任天堂で働いても、20代では絶対に年収1000万いけない。40代になっても多分いきません。だから、自分の、能力を適正に評価してもらって、で、年収1000万欲しかったら、任天堂に来ないで別の会社に行ってください。これが解決策なんですね。国語の教育からしないといけないんで、ちょっと話にならないんで、ちょっと20代の若者男性はターゲットから外そうと思います。なのであなたたち、20代の若者、今、このチャンネル見てて、今まで見た動画で何を言ってるか理解できない人、もう来なくていいです。あなたたちは私のチャンネルの、ファンでも何でもないんで、ただのアンチなんでいらないです。はい。今後はね、40代、50代、そのあたりのね、僕と同じような年齢層で、国語が理解できる人、日本語が理解できる人に、情報を発信していこうかな。